こんにちは。今日から始める安心お得着物、着物楽庵こだまです。今日は先日よくうちを使っていただくお客様から腰下げ巾着の、ご依頼を受けたんですけど、以前よく動画でやらさせていただいたものは割とちょっと大きめのものだったんですけど、今回そちらのお客様がお使いになられているのはもともとご自分がご自身がで使っていた、その腰下げ巾着が非常に使いやすいということで、でその方はあんまりこう腰にブラブラ下げることがないので、基本的にはスマホだけが入ればいいということで、で、そちらの方の、お使いいただいている、腰下げ巾着を見せていただいて、で、先日おじやの残布で、そちらの別注をちょっと作ったものが、本日出来上がってきましたので、動画を撮らさせていただいております。で、今回ご注文いただいたのがもう本当これぐらいのサイズですね。ですので本当にスマホだけがこう入ればいいというような感じで、でこうお使いいただけるようにということで、でこの玉もそんな大きくないものがいいということでしたので、でちょっと今僕の着物とだとほぼ同色なんで、同化しちゃうかもしれないんですけど、こんな感じでスマホだけがまあ入ればいいということで、こうした腰下げ巾着ですね、こちらのものをちょっとお作りさせていただいたんですね。で、今お話したように、もともと着物用として作らせていただいたこうおじや縮みに、こんな感じで裏打ちをして生地をちょっと強化して、少し固めになるようにしっかりさせたものにを、今回のような形に、加工させていただいて、で作らせていただいたんですけど、まあこんな感じですね。で変なスマホ入れて下げるときに変にこう口が閉まってしまうといけないということで、基本的にこの紐のところは、ここに紐だけ下がるものをつけて、このまた外周の紐は別のもので、基本的に腰にぶら下げたからって口が閉まってしまうっていうスタイルではないような、作りになってます。ですので非常にスマホを出して、スマホの出し入れが、簡単で、非常にこう楽だということで、まあ、こうした、本当にスマホを入れるのに特化した腰下げ巾着も、なかなか素敵なんではないかなと思って、今回うちも勉強させていただいて、お作りさせていただいたんですけど、やっぱり皆さん、着物好きの方はそれぞれこうご自分のお好みっていうのがあるので、基本的にまあそうした形でうちの方でも対応させていただいて、お作りさせていただくんですけど、何かこう着物を作った残り切れとか、そういうものがあったらば、まあ、こうした、腰下げ巾着ですね。で以前、動画で紹介させていただいたような、長財布が入るような腰下げ巾着、もう本当に手に持つぐらいの腰下げ巾着を腰に下げるようにっていう風にされたい方もいらっしゃれば、まあ、今回の方のように
もう本当にこう細身のスマホだけがちょうどこう入ればいいというようなものを好まれる方もいらっしゃいますので、これはもう本当にもうお客様の好みですね。なのでこういろいろこうご注文があると思うんですけど、ご自分が使いやすいようなスタイル でうちの方でも、職人さんにお願いしてこんな形で作ってもらえますので、まあ、何かしら、そうした感じで、残った、キレとかあれば、うちの方で、まあ、鼻緒を作ったり、こうした腰先巾着を作ったり、そうしたことをさせていただきたいというふうに思っておりますので、何かしら、皆様にも参考にもなればと思いまして、今回は、携帯だけが、入ればいいというすっきりした、使いやすい腰下げ巾着ということについてお話を、させていただきました。ということで本日も以上を、ありがとうございました。